はい、今回はこの鈴木系鈴木木天竺大花筋石餅族の大筋石餅を紹介します。鈴木系と言いましたが、最近何々系という言い方が目につきます。ですが、何々系というのは魚類の分類群の木よりも上にありまして、実際にありまして、非常に紛らわしい分類群であります。ですが、何々系という分類群がある以上、何々系と言いますと誤解を招くので、何々類というような言い方をした方がよろしいかと思われます。余談になりましたが、この大筋石餅はもともと小湊天竺大族、旧天竺大族でしたが、最近筋石餅族に移されました。で、この大筋石餅、特徴はこのこうしてみるとわかるのですが、まず正中線、背中線に一本柱体があります。それは、背びれ、基部、付近で両側には分かれて、第二背びれ、後端まで達しています。頭部では一本の柱体です。それが、この第一背びれの前方で二つに分かれて、第一背びれの基底部付近、それから第二背びれの基底部付近を通って、第二背びれの後端で終わっています。この一本を数に入れる場合と入れない場合があるようで、この大筋石餅の場合、全部で数え方によって4本、あるいは5本ということになります。次に、この目の情報からスタートしたのは、このようにビヘイブまで背方を走っています。側線のやや上を通っています。で、この尾木規定、今尾びれの規定ですね。まで達しません。ここら辺で終わっています。で、次の柱体が、この、粉端から目の中央を通って、体側中央付近を通り、ビヘイブでの途中で終わっています。この円盤には届いていません。これが特徴です。で、まずこの背びれ規定付近を走っているものを第一体とするならば、これが第二体。今言ったものが第三体になります。で、第4体は目の下部から胸びれ規定を通り、ビヘイブの終わりあたりまで、達しています。実際にはビヘイブの最後までは行っていません。で、
最後の第5体。この、ちょっとこれは、この個体は、奇形で、下顎、下顎が短くなっています。ので、ちょっと見づらいかもしれませんが、まあ、下顎の下部あたりから、胸びれより下を通って、この辺で終わっています。肛門直上ぐらいまでで終わっています。これは非常に不明瞭です。この個体では不明瞭です。この辺は個体によって個体差があります。あと角度によっても、このように見える濃さが変わります。これで5本というわけです。で、最初の第1体を数えない場合は、今ので4本というわけです。これが大筋石持ちの特徴です。で、近似種に薄島石持ちというのがいます。実際、島が濃い個体もたくさんいますが、薄島石持ちというものがいまして、この中央の渋滞が尾びれの後端まで伸びています。それが違いです。で、この渋滞とこの渋滞、これはもう少し長く伸びています。で、この大筋石持ちは、尾柄部、後端付近の円盤、円盤ですね。円盤が、瞳孔とほぼ等しい大きさであります。それが特徴です。で、先ほど薄島石持ちと言いましたが、他にも、小筋石持ちや筋石持ちというのもいまして、筋石持ちというのは、一本余分に渋滞があります。この側線よりも上を通る、この渋滞とこの目の中央を通っていく渋滞の間に、少し短い渋滞があります。で、それは合計5、6本ということになります。で、よく釣れる、比較になる、したいのが、小筋石持ちという、群れで生息している種類です。この大筋石持ちは、ほとんど岩礁帯で単独、あるいは小さな群れで生活しています。なので、名前も大筋石持ちと小筋石持ちはちょうど比較するのに、適している。まあ、比べるのにいいかなと思います。で、小筋石持ちの場合、7本、の渋滞があります。7本です。まず第1本は同じように背びれ規定付近にあります。で、第2体が今この大筋石持ちの第2体との間に一本あります。不明瞭なのが一本あります。で、第三体がこれになります。で、小筋石持ちの第四体というのは、この真ん中中央の、この渋滞と
の間に、この2つの球体の間にもう1本あるわけです。それが小筋石餅の1、2、3、第4体となります。で、これが第5体。小筋石餅の場合は第5体、第6体、第7体というわけです。まあ微妙に位置は違いますが、まあほぼ今言った感じの位置にあります。実際連れた時に見てほしいのですが、こことここに余分にあるのは小筋石餅というわけです。で、ここだけにあるのが筋石餅ということになります。ですから筋石餅は1本多いわけです。ちょっと頭部に近づいてみましょう。目はこのように大きいです。で、この墳丁、墳端から目の前縁までの距離よりも眼形の方が大きいです。それが特徴です。それから上顎の大きさ、口は大きくて、後端、上顎の後端はここにあります。目の中央を越えています。大きいです。ですが、目の後端には達していません。それから、ヒレ。各ヒレは、このように赤みが強いです。頭飾に近いような、ちょっとオレンジがかった赤です。で、体は、このように薄い桃色、単頭色、淡い桃色ですね。で、少し褐色があった部分があります。重体は赤褐色です。これ先ほど言いました、重体が7本の小筋石餅になりますと、黄色っぽい状態になり、黄褐色という感じになります。両者とも各ヒレは赤いです。で、小筋石餅は、この円盤、これがもっと大きくて、まあこれぐらいの同高台の個体もいるのですが、大きい個体も叩きます。で、尾びれにかかっています。まあ、尾びれにかかっていることが多いです。大筋石餅の場合は、尾柄部、後端ぐらいまでで、ほとんど尾びれにはかかりません。この辺が違いです。で、大筋石餅、尾びれが2差。まあ、腕乳と言ってもいいですね。この場合。ちょっと乾いてしまいました。で、第二背びれの規定、尻びれの規定がほぼ同じぐらいの長さがあります。で、第一背びれ。は7曲。で、第二背びれが1曲9軟条。これは大体筋石餅族共通しています。
で、成体なのですが、メスが産んだ卵をオスが口の中で保護します。飲まず食わずで保護します。時には残念な性格のオスがいまして、卵を食べてしまう場合もあります。ですが、多くの場合は、しっかりオスが子供を守ります。で、だいたいそうですね、10メーターよりも浅いところに住んでいることが多いです。群れていないので、釣りではまとめては釣れませんが、ポツリポツリといった感じで釣れます。黒星石持ちや念仏台など、群れている魚のようには釣れません。で、大筋石持ち。まあ、気がついた方もおられるかもしれませんが、頭部。このように角度によって非常に綺麗に輝いています。これは夜釣りで釣り上げてヘッドランプで照らしたりすると非常に綺麗です。まるでネオンです。ちょっとこの反対側、右側をの方がまだ濡れているので非常に綺麗に輝いています。これ今はこの個体では頭部だけが輝いているように見えますが、実際夜釣りで釣れた時にヘッドランプで光を当ててみると他の部分もかなり綺麗に輝きます。覆面はこんな感じです。ということで今回はこの大筋石持ちを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。